レレン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 、クレレンレンレン、クレレンレンレン、クレレン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 、ワンワンワン、キャンキャンキャン、クールのワルツ。ということで、マリオメーカーやっていきましょう。最初はこちら、あの朝僕は目覚めていなかった。クリア率が437分の5、 1.14%、 かなり難しそうです。注目のとても難しいから遊んでいきましょう。クリアできるかな。さて、はいはいはい、おー怖えー。なるほど、おこれでなんかいい感じ。お、よくわかんねえけど、カミック邪魔だな。なんか奇跡的にうまく動いてる気がする。あー、あのカミック邪魔だから倒しちゃいたいな。今結構生きたんじゃないですかね。あー倒してたけど、キラーに当たっちゃった。でも倒した方がいいよな、やっぱりな。と思ったけど、なかなか倒せない。あー、ここでカメックを倒せれば一気に有利になると思う。頑張るぞ。やべやべやべ。タイミングギリギリだな。まあ、さっきまでがうまくいきすぎてた説っていうのもあるんですけど。あぶねー、怖えー。はいはいはい。あれ、ここはタイミングだよな。運もあるよな。ここで、ここで。しょうがない。ここはもう下行くしかない。はい。これ無理でしょう。今のは避けられないよ、カメックさん。無理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 、避けられない。クッパ、変なタイミングでジャンプすんなよ。青、あ、失敗した。せっかくここまで来たのに。よし、だからそのタイミングで出されたら避けられない。こうなっちゃったらもう行くしかない。でもこれ厳しいぞ。だからなんでジャンプすんの。お、怖え。ここは運ゲーだよ。惜しい。ビビりすぎて手前でジャンプしすぎた。ビビりプレイのクールだからね。一部マニアの間で人気あったらいいな。ビビリプレイのクールね。1回目が一番行きましたね。あれ以降全然奥まで行けなくなっちゃった。ほい、あい。なんか全然違う方法で下から抜けてこられたけど、あれだと青リフトまでなかなか届かないよ。ここでダッシュして、んで上登って、のやられてーのー。ね、知らないよ、そこまでは知らないよ。あ、嘘でしょ。いいんじゃない、いいんじゃない。やばいよやばいよ。あれ、嘘、マジかよ。なんで今のでいけないの。今度こそ今度こそ。これでどうだよ、これでどう。どこまでいけるかわかんないけど、はい。で、お、よし、うっそー。よし、でも今の作戦でいこう。カメックの雲強奪作戦。これで、あの、ヨッシーのところまでいこう。なんとか。それがいい。ドスンのところを早めに飛び移って、スクロールより先に行こう。
んでやねん。なんかもうパターン化したきた、パターン化、ん？パターンを覚えてきた？いくぜ、頑張れ。クマの動きってスクロールより遅いのかな？一緒なのかな？この辺。うわー、神来たー。お、ゴールだ。オッケー。イエーイ。よっしゃー、クリアしたよ。なかなか苦戦させられたね。ふう、強制スクロールきつい。28秒812。まあ大体強制スクロールだとタイムは同じぐらいになりますね。あの朝僕は目覚めていなかった。タイトルの意味はよくわかりませんが、クリアしました。ありがとうございます。次行こう。次はこちら、なんて読むんだこれ。スーパードラン75ご褒美付き、多分スピランですよね。俊也さんという方のコース遊んでいきたいと思います。ベストタイムが今49秒だったんで、時間は余裕あるんでしょうかね。クリア率 1.27%、 1% 超えてるんだったらなんとかなるとは思うんですけどね。あぶねー。で、スピンだな。スピンの、スピンの左。はい、ブラック、あーやべ、あれ、なんで登れないんだ。ブラッパーを投げての PS1 踏んで、お、あー、パウ投げでコインが落ちちゃってるんだ。へえ、そんなの初めて見た。これ持ってくのかな。まあいっか、邪魔だもんな。よし、1、2の、はい、あ、またさ、え、え、あ、左側にトゲ。今のところなんかショートカットできたりしないですかね。上から右に大ジャンプとかで。そのこと良さそうな気がする。できるんならね。できるのか分かんないけど、ここ難しいな。なんかうまく登れない。これでここでちょっと待機。やべ。で、こうやってくるくるくるって、ほらほら来た。なんかずるいかもしんないけど、これだよ。あれあれ、怖えー。ここでは強制的に待たされちゃうのね。で、どうなるどうなる。はい、赤コイン、不思議なところにありますね。で、こうか、こうだ。あ、赤コイン3枚もう揃っちゃったよ。いいのかな。そして次はクリボー。危ねえ。連続かーい。危ない、怖い。なんかズルしちゃってるからね、タイムはかなり余裕あると思うから、ゆっくり落ち着いていこう。17秒。あー、怖かったダッシュのドンスキにトゲあるとかなり高確率で引っかかるクールでした。はい、多分スピードランだと思います。70ご褒美付き。ご褒美なんだったんだろう。クリアしました。ベストタイムにこれでも追いつかないんだね。ということはやっぱりショートカットしてるんでしょうね。他にもあるのかな。はい、クリアしました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。次はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。